4月5日、桜坂46の井上里奈がバラエティ番組、ラビット、TBSK の4から6月、ラビット、ファミリー、水曜担当に決定した。井上は2018年夏の坂道合同新規メンバー募集オーディションに合格し、同年12月に日本武道館で開催された、欅坂46に帰省、欅坂463期生お見立て会で欅坂46の2期生としてお披露目。2020年10月より、欅坂46から、桜坂46にグループを改名して活動を開始し、2021年4月発売の桜坂46のセカンドシングル、BAN で表題曲メンバー入りを果たした。そして、昨年からはラジオ番組のメインパーソナリティを務めている、未だ注目のアイドルだ。